同じ太さの木が切れるようなチェーンソーでも3分の1ぐらいの値段であったりするわけです。なんでそんな違うのってあるじゃないですか。バランスがいいから重力に従ってストーンと切れていく。特にものづくりをする人が選ぶ場合はそういうところはね、考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うってことなんですよ。こんにちは、井口良幸と申します。僕は都市林業っていうのを提唱して実践しておりまして、町で育ったあらゆる木々を生かしていろいろな暮らしの道具とか町の空間、お店とか図書館とか公共施設の空間なんかを作っています。で、これまで町の木っていうのはほとんど木材として活用されることはなかったんですけれども、いろいろにこう魅力があることは確かですし、自分たちで育てたあるいは身近で育った木々を少しずつでも活用していけたらすごく楽しいと思うんですよね。で、僕自身も最初は、スプーン1本作るっていうところから始めましたし、まあそうやって身近な自然の中からこう恵みをいただいて、暮らしの道具を作っていく、あるいはもう空間まで作っていくとか、もうすごく楽しいことなので、ぜひいろんな方にチャレンジしていただければと思うわけなんですけれども、まあそういう中で今日はこのチェーンソーっていう道具も、紹介してみようかなと。で、チェーンソーに限らずなんですけれども、どんな製品を買えばいいのかなって言った時に一番悩ましいのは値段だと思うんですよ。で、いろいろスペックを比べるとかそういうことはね、簡単にできるわけなんですけれども、その上で一見同じような感じなのに値段が全然違うってことがあると思いますよね。このスチールっていうメーカーを例にとってみても、このチェーンソーは15万円ぐらいするんですよ。で、これ山林向けのラインナップの中に入ってる製品で、まあいわゆるプロ向けみたいな感じですよね。で、それに対して同じスチール社でも、一般向けってカテゴリーに入ってる製品は、同じような排気量で全く同じブレードが付けられる、つまり同じ太さの木が切れるようなチェーンソーでも、3分の1ぐらいの値段であったりするわけです。なんでそんな違うのってあるじゃないですか。で、そこの違いっていうのを簡単に説明すると、一番のメリットっていうのは高いチェーンソーの方が振動が少ないってことがあります。このチェーンソーすごくやっぱ振動が少ないんですよ。で、振動が少ないってことは体に負担が少ないってことでもあるし、振動障害っていうのがね、チェーンソーで一番問題になりますから、そこがねすごくいいってことで楽なんですよ、やっぱり。で、それだけじゃなくてよく切れるんです。同じような仮にパワーで、同じ刃をつけていても、こっちの方が全然よく切れるんですよ。なんでかっていうと、どうもその振動で力が逃げてない分、その切るっていうことにその効率よく力が伝わってるんじゃないのかなっていう、まあそういう感触があるんですけれども、まあ明らかにこっちの方が切れるわけです。で、僕もその一般向けのチェーンソーっていうのもこれのバックアップって感じでね、現場で全く何かがあって使えなくなっちゃうと困るから、いざという時に使えるようにバックアップでその一般向けのカテゴリーのものも購入して持ってたりしたんですけれども、やっぱ全然違うなっていうのはあるわけです。でも同じように同じような太さの木を切ることはできるんですよ。で、あとこういうバランスとかもね、こういいチェーンソーとかってやっぱりこうスッと持った時にこのバランスがいいんですよ。こんなになったりこんなになったりしにくいっていうかね。で、その上振動も少ないから、だからこうやってこっちの手でこうギュギュ押したりしなくても、この重さだけで刃がちゃんとしてれば結構硬い木もグイグイ切れていくっていうような感じで、しかも、こうバランスがいいからまっすぐこう、重力に従ってストーンと切れていくって、本当に手のノコギリのようにすごくよくできる大工さんのいいノコギリみたいにこう綺麗に切れていくっていうようなことがあって、同じメーカーで比べてもやっぱり高いものは高いだけのことがあるなっていうのはあるわけです。で、あとこういうキャップなんかが、パッと見大きいところで違ったりしますけど、こう工具なしで開けられたりとか、そういう細かいところもね、高いチェーンソーの方が、廉価版よりもちょっと違ったりとか、それまあ同じカテゴリーの製品でも、こう発売時期とかによって細々違うところありますけれども、はい、でおおむねというかほとんど間違いなく高いチェーンソーの方が、まあ、凝った作りにはなってますよね。フィルターの形状とかもそうでしょうし、はい、で最近だとやっぱりチェーンソーでもこうバッテリー電気のものとか、まあ、コードがついてるものでもね、いろいろそういうものもあると思うんですけれども、でこれなんかも電動のチェーンソーですけど、これで、まあバッテリー2個ついてですけど、まあ10万円ぐらいやっぱりするんですね。でこういうものでもやっぱりそのレベルの製品っていうのはすごくバランスが良くてよく切れるっていうようなことがあって、まあ同等の、水準で作られてるなっていうのが分かるわけです。でやっぱり高いものの方が、それはいいのは当たり前だよねと、そんなの分かってるよってことだと思うんですけれども、僕が一番したい話というかお伝えしたいなと思ったことっていうのは、その高いチェーンソーを買うのはこういう人で、安くていいのはこういう人っていうふうなことがあると思うんですけど、それはまあだから業務で毎日使う人は高いやつ買った方がいいよねとか、ちゃんと業務として使って、投資が回収できるような人は高いの買えばいいよねとか、あると思うんですよ。本業で使うわけじゃないからとかね、年間の使う日数が少ないから短い時間しか
か使わないから安いのでいいよねっていうのが一般的な選び方とか言われてることかなと思うんですけど、僕は必ずしもそうじゃないと思っていて、特にものづくりをする人が選ぶ場合はちょっとそういうところはね、考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うってことなんですよ。っていうのはどういうことかっていうと、例えば、安いチェーンソーでも高いチェーンソーでも木は切れるわけです。同じ太さの木が切れるんです。でまさにこのチェーンソーを使ってこんな大きなコナラっていう硬い木の長い丸太をきれいにこう2カットしたんですけど、全くねそれに定規を当ててもブレてない、ガタガタになってないっていうような感じできれいに切りますよっていう製材の動画なんていうのをこの間作って公開してるんですけれども、その説明をするときにすごくその感覚を大事にしてるってことをお話ししてるんですよ。でこのチェーンソーはそういう木がどういうふうに切れてるかっていうのが刃先の感覚としてこっちにちゃんと伝わってくるよと、こっちが感覚を求めるとちゃんとそれに応えてくれてるっていうのがあるわけなんですよ。でそこが大事ですっていうような話をしてるんですね。で、それはいろんな道具であると思うんですよ。ノコギリでもカンナでもノミでも、そういうものづくりする人はその道具の感覚っていうのをすごく大事にしてると思うんですよ。料理する人であったら包丁で何か切るときにその切った対象との、ね、の具合っていうのを見てると思うんですよ。目に見えないけどその切り方一つでどうなっちゃってるかとかね、そういうことを想像するとか、例えばもっと分かりやすいのは楽器やる人とかね、ピアノやる人、叩けば音はする、切れば切れる、同じなんだけどすごく感覚を研ぎ澄ませてその音の出し方、体の使い方、呼吸の仕方、全てのことにこう意識を研ぎ澄まして音を聞いて感覚を磨いていってると思うんですね、ピアニストの人なんかは。そういうのと似ていて、チェーンソーでもそれができるよってことなんですよ。でそういうふうに考えた時に、じゃあ短い時間しか使わないからとか本業じゃないからその感覚の世界についてこない道具でいいのかって言うと、それどうなんだろうっていうところじゃないですか。だからね、本業が何であるかってことは意外とあんまり関係ないのかななんていうふうに思ったりするよってことですね。でもなんかこうものづくりをしてるとか、こう自分が作家なんだとかアーティストなんだとか、そういう意識の人っていうのは仮にわずかの時間しか使わないのであっても、その時間感覚を鍛えるとかに使えるわけですから、同じ薪作りの作業をね年間に何日かだけやるってことでも、その時間がただの業務になるのか一つのねこう訓練そういうものになるのかっていうのは結構違うと思うんですよ。なのでそんなことを考えた時に、一見無駄に見えるけれども高い方を買うっていうことはあるのかなっていうのが、まあ、今日一番したかったお話になります。あと最後に、まあ、僕もこれいろんな、細かい使い方とかメンテの仕方とか、そういうのにどんな道具がいるのかとか、どんなブレードがつけられるのかとか、どんな規格があるのかとか、細々したことを説明しようかなとも思っていたんですけれども、まあ、結局やめちゃったんですね。そういう話はしないで、多分他の人はしないだろうなっていう話をしようと思ったんですけれども、でそういう、実際に使う上での話っていうのはやっぱりね、そのいい販売店に聞くのが一番いいと思います。チェーンソーは販売店が大事だよっていうのを、すごく言われてることだと思うんですけれども、通販とかでねその値段につられて買わないで、ちゃんとアドバイスが聞ける店、アフターのメンテナンスしてくれるお店で買うのがいいよっていうふうによく言われてると思うんですけど、それ本当にそうだと思います。で、やっぱり少しでも安く買いたいっていうと通販で割引が大きいところから買おうとかってなると思うんですけれども、やっぱりねいろんな細々としたトラブルとか不具合っていうことが起こり得ますし、定価に近い値段、定価で売ってるようなお店で何度もこう購入してる人たちがたくさんいるわけですね。そういう人たちっていうのは全く初心者で知識がないから、その高くてもそこで買ってるんじゃなくて、もうすれっからしの連中がそこにもう5代目10代目20代目のチェーンソーを買いに来てたりするわけですよ。それなんでかっていうと、その販売店がそのユーザーさんをすごく得をさせてるからリピートしてくるわけですよね。で僕自身もそういう正規の販売店で買っていろんなことを教えていただきましたし、ちょっと故障したとか不具合があったとかね、なんかうまくエンジンかからないとか、なんかそういった時にも、すごく助けていただいて、こっちの方が全然安上がりだなっていうような、ことをね実感してますので、やっぱりホームセンターで買うのであってもそうなんですけど、ちゃんと、いろいろアドバイスしてくれたり面倒見てくれるところとお付き合いするのが、おすすめかなというふうに思います。あとチェーンソーはねやっぱり特に木工機械全般そうですけれども、大怪我をする可能性もあるものですので、十分注意して安全対策とか振動障害とかそういうこともちゃんと調べて、まあ、そういうこともねやっぱり販売店で教えてくれると思うんですけど、安全に作業していただければと思います。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。